はい、最果て駅というゲームをやろうと思います。このゲームのジャンルが愛憎ブロマンス探索ホラーアドベンチャー。ブロマンスって何ってならない？多分知ってる人は知ってると思うんですけど、俺知らなかったんだよね。ロマンスとかならわかるんだけど、ブロマンスって何ってなってちょっと調べてきました。ブロマンスって兄弟、ブラザーとロマンスを掛け合わせた造語なんだって。で、俗に言う BL とかあるじゃん、ボーイズラブ。そことはまた違う、なんだろう、その恋愛とか、なんか友情の一個上みたいな段階をブロマンスっていうらしいんだよね。だから愛憎ブロマンス探索ホラーアドベンチャー、多分ヤンデレとかなんじゃないかな。じゃあいきます。で、このゲームすげえ評価が良くて、なんかフリーホラーゲーム最近なんかめったに見なくなっちゃったんだけど、なんかこういうすげえ面白いゲーム出てくると俺すっげえ嬉しい。じゃあ設定からいきます。ダッシュオンで初めからで、なんかね、依存度とかがあるらしいんだよね。まあ依存だからそういうことか。注意、この作品には暴力による身体的、ちょっと待って、もう一回見させて、ちゃんと見させて。身体的、精神的苦痛、流血、一部不快な SE、軽い嘔吐表現、殺人、てんこ盛りじゃねえか。てか、絶対読めないやろ、あの文の量。ここは最果て。てか、最果て駅って、なんか、キサラゲ駅とかってあんじゃん、都市伝説みたいなので。それとはまた違うんだよね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。なんかね、その概要を見た感じ、二人の男性が主人公みたいな、そんな感じだった気がする。で、なんかね、ほんと、見た感じでしかないんだけど、一人が、女の子みたいな、違うの分かんねえや。終電。今日も仕事という名の生活が終わった。社畜かい？毎日起きて、仕事に行って、帰って、えら！もう、みんな当たり前にしてるこれ、マジ偉いからね、俺からすれば。それが、僕の人生のすべてだ。今日も上司に怒られた。しんどい。俺も社会人の時代思い出すな。もう入社して1日で怒られたかな俺。自分の容量の悪さが心底嫌になる。わかる。覚えれねえような仕事、もうちょっと共感できちゃう。こんな顔なるもん。帰り道、体が重い、ひどい倦怠感だ。まぶたが重くなる、1日ブルーなるよな。まあ、でも俺その頃にはもうゲーム実況してたから、それで気紛らわしてたね。少しだけ寝よう。きっと到着アナウンスで目が覚めるはず。うん、俺電車通いではなかったからさ、この終点でなんか見逃すみたいなさ。最果て駅怖いんかな。正直怖さとかはあんまない気がすんだけど、って言うと怖いんだよね、これ今までの経験。そうだ、もう怖えんじゃねえかなって思ったら怖くなくて、怖くねえだろと思ったら怖えんだよ。お、いいね、雰囲気が。あれ、秋なし春、寝過ごした、寝癖か、髪すごいぞ。車内は静寂に包まれている。終点に着いたのだろう。うん、しまった、明日も早いのに。仕方ない、タクシーで帰るか。え、これさ、地域によるかもしれないけど、タクシー代どんだけかかんの？ああ、しんどいな。とにかくさっさと帰ろう。うん、はるくん。新入社員みたいな感じでしょ？だから、二十歳とか、まあ大学とか行ってたら、まあ、20、なんか、中間ぐらいかな？うん。待って。そのもう一人は？概要見た感じもう一人いるんだよね。SOS、これ押していいの？ちょっと待って、バッグは。とっても大きな自分のボストンバッグだ。ああ、まあ重いから、置いとくってこと？あれ、このカバンで会社に来てたっけ？おかしいな。なんだ？念のため中を確認した。うん、ハンカチ。いや、ハンカチその SE 出る？怖くないけど。人の手とかだったらでーんならわかるけど、白い花のハンカチだぜ。ん、このもらい物のハンカチ、てっきりなくしたと思っていたけど、こんなところに。確かこれなんかの花の種類だったんだよな。うわ、あれでしょ、タンポポ。絶対違え。なんだっけこれ。彼女と連絡を取らなくなってもう数年か。あ、元カノ？え？別れてないのに数年経ってんの？連絡取らなくなって正式にお別れしてないのか。
ごめんね。ん？なんか聞こえた気がする。な、なに？あ、社員証。いや、なんて読むんこれ。ハワ、ハワラ、ハワ、ハワハラ？パワ、パワハラだな。パワハラ株式会社。名前で察しろ。てか会社も会社やろ。なんだこの名前。なんて読むんだろうこれ。あ、そっか。秋なし、ん？だっけ？春。企画開発部。商品開発課。商品開発課ってほんとすごいらしいね。なんかコンビニとかでもあるじゃん。なんかその、新商品みたいな、限定商品出すみたいな。ほんとに大変らしいね。なんかのテレビかなんかで見たわ。セーブして。1900年12月12日が誕生日なんだ。1212なんだね。持ち物はハンカチ。小さな白い花の刺繍が施してある。これが、その、会ってない彼女と、彼女にもらったってこと？スマホ。3世代前の古い機種。なんで3世代前の使ってんの？電池切れだ。全然充電しないタイプ。なんか、こういう、なんかボケーっとしてるやつこそ持てない。まあ、その、なんか、あれね。本とか漫画上ではね。これは、緊急停止ボタンだ。非常事態があった際お知らせください。非常事態だろ。押してみますか。ちょっ、いや、押そう。もう、その必要はない。は？いや、押せよ。誰もいねえんだぞ。おい。誰もいないからって押してもダメか、でも。でも、もうその必要はないも意味わかんないけどね。ここは、ドアは手で引っ張ってもびくともしない。いや、引っ張る扉じゃないだろ。あれ？開かない。扉に時計みたいなものがついてる。こんなのあったっけ？ひとまず、乗務員を探してみるか。え？もう、異世界みたいな。最果て駅って、まあ、そもそも何なの？開かない。時計？ちょっと待って。右なのか。とりあえず、一人寂しいんよ。なんかあるぞ。影が見える。何かが天井に張り付いてるようだ。天井か。なんだろう。手が届かないな。脚立とか、ある？電車に。恋愛映画のポスターだ。あまり興味がないな。というか見たくない。みんなってさ、もう俺みんなっつったらなんか、俺の視聴者ってなんだかんだ男性、なんだかんだじゃねえか別に。ゴリゴリ男性多いわ。男性、俺と同じぐらいの人たちなんか恋愛映画とか見て泣く？なんか誰かが最終的に恋人が死んじゃうみたいな映画とかさ、俺マジ一回も泣いたことないんだけど。家族系なら泣けるけど、恋愛以外で泣くことってあるの？キュンキュンならあるかもしんねえけど。外の様子は見えない。真っ暗な闇がどこまでも広がっている。恋愛映画でキュンキュンもしないけど、なんか羨ましいとか嫉妬心が芽生えるな。外に出てはいけません。アナルに何か言われたぞ。こいつ、アナルじゃねえの。左から攻めてみようかな。開かない。隣の、車両行けるはずだが開かない。窓の反対側にカーテンがかかっていて、向こうの様子は見、カーテン？家やん。これなんか、なんか、え？廃車になった電車みたいな。ねえ、雰囲気そんな感じしね？昔の電車をさ、なんか、家として再利用してるみたいな。そういう、ん？あ、違うか。一瞬、幻覚見えた。手生えてきてる見えた。あー、誰もいねえ。あれ？誰もいないな。もう少し、この辺を調べてみようか。まあ、消火器か。消火器？かなりません。一瞬消火器が喋ってんのかと思った。重いのか。線間にある。もし、緊急、を押した。あ、これボタンかい？作動した場合、会場のパス、ードは、にあります。どっかにあるのね。乗務員口と書かれてる。扉を触っても微動だにしない。はい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 。この路線の時刻表だ。空白になっている。無線機がある。ここから鉄道局本部に連絡が取れるかもしれない。多分、これまず電気通ってねえんじゃねえの？使い方がわからない。どうしようもねえな。どうしよう。機械の隙間に何か貼り付けてあるようだ。暗くてよく見えないな。何か照らせるものでもあれば。お前がスマホをちゃんと充電してたら、ほぼ何でも解決できたろ。なあ。まあ無理なんだな。ここは？乗務員用と書かれた扉付きのボックスがある。まあ、懐中電灯ぐらいあるやろ。あるでしょ？鍵か。鍵がかかってるのか開かない。近くにはカードキーを差し込む穴がある。なるほどね。どうしよう。何もできんぞ。もう調べるものも運転席には誰もいない。そういえばこの時間帯は自動運転だったな。
へえ、もしかしたら朝までこのままかも。勘弁してくれよ、明日も仕事なのに。最悪、今日はここで寝て始発で家に帰ればいいか。なんだ、なんだか空気が変わった気がする。戻ってみようか。おいおい、無音が一番怖えんだってこういうゲームって。セーブしよう。まあ、セーブいつでもできるんだけど、すごい、いいや。お前、お前だわ、一緒にいたの。グー、白髪の社会人なんて怒られるやろ。はい、その件についてはメールで。グー、かわいいなお前、女の子みたいな寝顔だね。どうする、ビンタで叩き起こすか。ね、女の子みたい。あれ、先輩、うわ、 なんでお前がここに。さっき車内を見て回った時は誰もいなかったはずだけど。先輩ですよね、本物、本物だ。お久しぶりです先輩。あれ、同じ会、ん、会社じゃないの。お久しぶり、久しぶり、立浪。うん、立浪シオン、シオン、シオンか。お前はシオンって名前なのか。俺なんかちょっと馴染みがあるな。僕と同じ会社に勤める後輩であり、元友人で、元友人、あ、今は普通に後輩ってことか。あー、なるほどね。結構なんか付き合いは長いってことだよね。で、同じ会社に勤めてんのにお久しぶりですになるんだな。部署が違うんか。後輩といっても僕と同い年で、僕より数ヶ月後に入社してきただけだが。あー、なるほど、そういうことね。じゃあまあ先輩じゃねえじゃん。大学院卒で頭もよく、いつも明るく気遣いができて、おまけに仕事もできる。その髪色は怒られない？地毛な？でもぶっちゃけ今の時代ってさ、髪の色でなんかどうや、どうのこうの言われるのもなんか違うくね？昔ならなんかそんな気もするけど、今なんてもう髪の色でさ、なんか言うなよって話じゃね？僕とは全然違う。先輩なんて呼ばれてるものの、それは形だけだ。うん、本当は仕事のできない僕を心の中で見下してるんじゃないか。いや逆だね、むしろそういうのが、そういうとこが好きと思ってるんだよこいつは。たちたちなみくん、たちなみを見てるとそう思ってしまうことがあった。今日も先輩かわいいとかと思ってんだろ。それが原因でしばらくたちなみとは距離を置いていたが、まさかこんな形で再会するなんて。本当だよ、最初は同い年だからと仲良くしていたのだけど、やっぱり友達って難しいな。立ち並みといると自分をひどく惨めに思う。できればあまり関わりたくはないのだけど。うん、あ、立ち並みだ、ごめん。というか僕寝過ごしてますよね、もしかして先輩もですか。そうなんだよ、降りようにも扉は開かないし、乗務員もいないし、仕方ないから今日はここで寝ようかなと思ってたところなんだ。そうだったんですか、大変だ。どうした。そういえば僕まだ仕事が残ってて、家で続きをしようと思ってたんですよね。残業してたのに持ち帰りなんて大変だな。あ、でも新規プロジェクトの企画のプレゼン資料作りなので、苦しくも楽しいってやつです。そんなやついるん。そんな仕事僕は一度もしたことがない。いやすげえな、仕事楽しいって俺多分2ミリも思ったことね。あ、そうだ、携帯で鉄道会社に連絡しましょうか。だってお前もどうせスマホの電池なんやろ。立浪は清潔に手入れされてるスラックスのポケットからスマートフォン取り出した。あれ、電源が落ちてますね。おかしいな、電車に乗った時はそこそこ充電残ってたはず。あ、もしかして先輩が先に連絡してくれてましたかね。いや、どっちもねえんだよ。もちろんした。思いつかなかった。いや、思いつかなかったっつうか、電池がねえんだよ。こいつ充電してねえんだよ。して、これ。あ、待って。これ、こういう選択肢がだから自由になっていくんじゃないの。もちろんした。うん、ゴリゴリ嘘つく。もちろん、試してみたけど、繋がらなかったんだ。何、見栄を張ってるんだ。あ、もうこの点々点気づいてるね。気づいてる上で見て、この顔。かわいい先輩嘘ついちゃってみたいな顔してる。
もう一度連絡してみますか？って分かった上でこの質問ね。どうすんの？乱雑に突っ込まれたスマホをポケットから取り出す。どこを触っても画面は暗いままだった。あれ僕のも電源が切れてるな。なんか先輩って相変わらず面白いですね。言われてしまった。電車なら無線機があるはずです。そこで連絡が取れるかどうか試してみましょう。なんかほんと数ヶ月の後輩でさ、まあ、これこういう喋り方敬語が正しいのも分かるんだけど、でも先輩からすればさ、同い年なのになんか先輩って言われるし敬語使われるし、こいつの方ができてるしってなったら逆になんか嫌だろうね。うん、そうなんだ。なぜだっけ。やっぱりやりにくい。久しぶりに話したのもあるが、立浪に対する苦手意識からか自然に話せない。ああくそ、早く帰りたい。いや気持ちは分からなくはないわ。電車なら無線機があるはずです。そこで連絡が取れるかどうか試してみましょう。オッケー。いやなんか多分みんなも経験あると思うんだけど、なんか自分が先に入社してて、でなんか年上の後輩が来るみたいな。俺経験あるんだけどクソ気まずいよね。俺も敬語、相手はなんか自分は年下だからでもタメ口で来る。俺そういうのだったんだけど、いや俺の方が先輩なんだからっていう気持ちは正直あったね。社会人時代。影が見える。あ、これさ、あれじゃない？肩車でできない？二人なら取れるんじゃないか？そうですね。でもあんな高いところどうやって？ジャンプ届きそうもない。ジャンプっていう選択肢もなんか後に響くかな。ちょっと待って、口まんね。どうした急に。これやってみていい？ジャンプしたら届くんじゃないか。ああ確かに、やってみますね。こういう一つ一つの選択肢では後と変わってくんじゃねえのこれ。立浪はひらりと身軽に舞い上がった。しかし何度飛んでもあと少しのところで届かなかった。さすがにね。ダメですね、届きませんでした。ジャンプじゃ届かないか。他に方法は。肩車？え、でキュンキュンすんの？お互いで届くかも。肩車したら届くんじゃないか。え、肩車？冗談だよ。なんでそんな怖いの？いえ大丈夫ですよ先輩、乗ってください。なんかこの顔でなんか察しちゃうんだけど、これはなんか今ちょっと考えて、肩車ちょっと怖いけどみたいな。ただ先輩乗ってくださいって言ってんだよね。でもそういうことでしょ。先輩のこの太ももの内側にほっぺがだだああみたいな。シオン君の中身どんなのか知らないけど、なんかそういう想像しちゃう。大丈夫か。乗ってください先輩、僕の方が身長高いですし、ほらなんかそういうこと考えてそう。分かったよ。これ懐中電灯なんじゃない？じゃあ失礼します。うん。靴を脱いで立浪の背中に乗り、天井に手を伸ばす。で懐中電灯やろ。取れたぞ立浪、背中は大丈夫か。多分ふわーってなってると思う。ほわーってなってると思うよ。ほら、はい元気です、ありがとうございます先輩。なんでこんなに元気なんだ。多分股間とかもちょっと触れちゃって、おっおっ。ちょめの ID カード、え、あ、 ID カードどこかに使えるんだろうか。ちょっと待って、アイテムは持ってるだけで使用できそう。あ、オッケー。また一部アイテムは持ち物からキャラクターに使用することが、ん、あ、キャラクター自身に使うの。なるほどね。待って、これでじゃあそこのここ開けたら懐中電灯やろう。乗務員用と書かれた扉付けのボックスがある。電気通ってんのこれ。このカードここにぴったりですよ。うん、乗務員の ID カードをカードリーダーに差し込んだ。これで多分いろいろ入ってんじゃねえの。扉が開いた。空っぽのタバコの箱、なんでやねん。お菓子の包み紙なのが大量に入ってる。うわ、ゴミばっかり。何か使えるものはありませんかね。オイルライター、懐中電灯じゃねえの。オイルライターを手に入れた。電車の中でライター、どこかを照らしたり燃やしたりできますね。燃やすのはさすがにダメだろう。ほんとだよ、密室やろ。でここ見れるんじゃない。ライターで照らして奥を見てみよう。うん、 16?16 と書かれている。扉の番号入力のヒントでしょうか。
なんでこういうのがそもそもあるんだ。こっちも変わらないんだよね。16か。え？扉の番号入力って、あ、ここじゃないよね。うん。ちょっと待ってよ。で、マニュアル。パスワードは何にあります？ 16？ え？これもう電車で、なんだ？どうした？あれ？電気が今、え？なんだ？あ、消えんの？うわ、真っ暗だ。先輩、さっきのライター、ライターで明かりを。ああ。え？あ、なんだよこれ。血？おー、シオン君もビビるんだね。今の間に？どういうことだ？誰かいるのか？誰がやった？なんで？おびただしい量の赤黒い血液が飛び散ってる。この場所で何が起こったのか想像するのはたやすかった。むせ返るような血の匂いだ。うっ、ダメだ。疲労と眠気もあって。ハル、しかし気持ち悪い。ションくん、空っぽの胃から胃液がせり上がってくる。それであの血液掃除せ。とんでもないこと言った。どうした俺。ダメだ、何も出ない。腹減ったか。わ、何？ションくん、ションくん、今一瞬俺見逃さなかったぞ。なんかウキウキしながらわーって言ってたよね。あれ、これ、はる先輩の口から胃液出るみたいな。何のどんな色してんだろうみたいな。なんかそんな予想してなかった一瞬。先輩大丈夫ですか？これ演技だろ。おい、立浪慎吾、おい、分かったぞ、もうお前のキャラが。これはきついですよね。嘘つけ。夢なら早く覚めてくれ。あ、若干レモン入ってんな、米津玄師の。ちょっと待って。このゲーム好き。おもろい。待って、シオンくん絶対に、なんかそういう兵器ある。絶対に。な、ハル先輩の胃液の色見たかったなって思ってそう。真面目に。何こ、あ、やめて。ん？お願い。やめて。くん、ごめんね。なんだ今のは。先輩どうしましたか？お前顔怖がってるけど絶対嘘やろ。今変な映像が見えて、女の人が血まみれで。平気ですか？大丈夫ですか？う、気持ち悪い。僕にしか見えてない？やっぱり幻覚か夢か何かなのか。それにさっきの女の人、彼女にすごく似ていた。いやー、これは割と安直な考えだよね。もうなんか刺したんじゃねえのってハルくんが。いや、気のせいだろ。ちょっとシルエット似てたけどね。彼女が殺される夢なんて最悪だ。いや、でも、不自然だよ。だって何年間も会ってない彼女なんでしょ？連絡を取らなくなってから数年経ったみたいなこと言ってたじゃん。別れてるならわかるけど、なんか別れてる風な言い方でもなかったよね。窓も開かないですね。叩き割ったら出られますかね。それはダメだろ。いや、でももう緊急事態だからいいんじゃねえの。外に出てはいけません。でも緊急事態っていうわけでもないか。寝過ごしたハルくんがね、悪いってわけじゃねえけど。恋愛部のポスターだ。さすがにあのままはきついですよね、先輩。ん？この紙を使えば拭き取るぐらいはできると思います。ああ、その血の床。いや、拭きたくもねえよ。誰か知らん人の血液やぞ。なんで俺が吹かなきゃいけないの。シオンくんやって。恋愛映画のポスターを手に入れた。なんかやだな。ねえ、青春とかさ、なんか青色、ピンク色のなんかイメージあんじゃん、恋愛映画って。なんかそれが真っ赤になるんだぜ。これ、話題作りのために先月見たんですけど。おー、そういう仕事場でってこと？コミュニティ大事だもんね、結局。ねえ、そのなんか人間関係とかね。
それが結局なんか社会になんか立つ上でいっちゃん大事だと思う、マジで。そういうのができなかったら普通になんか痛くなくなるもんね、会社に。どういうわけか内容全く覚えてないんですよね。ん？なんでそんな冷静でいられるんだ？どういうこと？内容全く覚えてないって、内容がクソほど思んないか全く合わないかみたいな感じ？おびただしいほどの血液が座席や床に飛び散っている。このまま、なんでお前笑顔な？このままだと先輩が心配なので、綺麗にしないと。何を使いましょうか？あ、で、これで。え？これ使えんのかな？おい！それはやめてくれ！ああ、ダメなんだ。大きな声を出したら余計に気持ち悪くなってきた。こういう選択一つで、その依存度って、なんか説明されてないんだけど、なんか依存度ってあるらしいんだよ。ちゃんとこのゲーム内のなんか効果もなんかな？そこまで分かってないんだけど。多分、こういうちまちまの、こうなんか俺の選択が、なんか後々響いてくると思うんで。なんか俺好きなようにやっていい？恋愛映画のポスターね。ポスターでこの量の血拭いたって取れないだろ。恋愛映画のポスターを使って血を拭いた。ただ、びっちゃびちゃの血まみれのポスター出来上がるだけじゃね？床そんな綺麗になんないだろ。うん。めっちゃ綺麗になってる！これでバッチリですね。おかしいだろ。ありがとう。そういえば、拭いてるとき座席の下に何かありましたが。あ、1652、ん？ちょっと待って。52と書いてある。いや、これ、破れ方でわかるぞ。いや、ちょっと待てよ。待って、これ拾って。拾えよ。上から、ニェーシン。ね。ニェーシンっていう形ね。ニェーシンでしょ？だそれの向き見れば、25か52かわかるから、ああ、そうだわ。こっちからニェーシンってなってるから、16？ 待って。16、あれ逆から見ればいいんだよね。16、52だったっけ？ちゃんと見たら。これ、25だな。え？あ、違う、普通52か。だって、52じゃね？普通に16、52じゃね？まずこれは持っていけないんだっけ？何も入っていないのに重くて持ち上げることができ、どういうことやね？なんだこの重さは。何ですかこれ？誰かの忘れ物ですかね？ああ、これ、僕が持ってるカバンなんだけど、今日会社に持ってきた記憶はないんだよな。持ってきたのに覚えてないんですか？そういうことになるのか。自信持ってください、先輩！自分の記憶を信じて！なんだお前。ちょっと待ってよ。セーブして、持ち物を、オイルライター、オイルはたっぷり入ってる。うん。ああ、まあ、特に、あれか。ポスター、もう捨てたの？で、こっちは開かないでしょ？ん？向こうから鍵を開けたら取れるようになりますかね？ああ、なるほどね。で、これは、押してもダメなんだっけ？もうその必要はないんだよね。じゃあ、これで1652か。これもできんじゃね？16、なんかしゃっくり出んだけど、1652。え？あ、何も起こんない。なんででしょう？数字の向き、あ、やっぱ25やんけ。おいおい、なんだよ。俺も自分に自信持たないとな。ありがとう、シオンくん。俺も持つわ、自分に自信。1625。え？待って、これそもそも、25からの？っていうことか？だからこっちの方が逆ってこと？あ、そういうことか。2591ってこと？あ、そうじゃん。紙の破れた、あの、無機的なあれね。なるほどね。じゃあ2591やな。絶対そうだわ。2591、2591。2591。はい、来た。ロックが解除されたようだ。やった。これでやっと出られる。さすがです、先輩。でもこんな状況、やっぱりおかしいよな。え？え？出よう？外の様子、あ、てか、外に出ないでくださいって返したね。いや、出てみようぜ。これどうなんだろう？扉を開けたら、きっと車庫か駅だ。いつもの日常に戻ってるはず。そう言い聞かせながら、祈るように扉を開けた。おっ！そんな淡い希望は、扉を開けた瞬間に、あっさりと打ち砕かれた。朝果てて書いてる。どこだここはってこと？帰れそうじゃね？なんだよこれ。外が、ない？あ、もうこっち真っ暗ってことね。そういうことか。これじゃ電車から、この駅から出ても。
そう、嘘くさいなその顔。きっと大丈夫。さすがの立浪も相当参ってるようだ。こんな状況だ、無理もない。これが現実？くそ、もう嫌だ。先輩、大丈夫ですよ。出口はどこかにあるはず。ひとまず、今は住むしかありません。うん。しっかりしろ、お前、男だぞ。めえ、そのゴミ箱だ。死なないんだな。日は進まないが中を漁ってみようか。はい。何でもやってみようぜ。何か手がかりがあるかもしれない。そう自分に言い聞かせながら、ゴミ箱を物色した。ちょっと待って、でも気になるな。最果てじゃねえの、これ。いや、赤い切符を手に入れた。全部3じゃん。切符？なんでこんなところに。え、なんか、え、3だっけ？なんかあの、不吉な数字って4とかじゃなかったっけ？ねえ、死を意味するからみたいな。うわ、なんだか不気味ですね。どこかで使えそうだな。一応取っておくか。うん。いいんじゃない？いいんじゃない？え、なんだ？頭が痛い。先輩大丈夫ですか？先輩！意識が遠のく。え、これも分岐も入ってんのかな？まったく、本当に今の若い子は気合が足りない。ちょっと指導したぐらいでうつ病なんて、そもそも精神病なんてただの甘えなのに。私の若い頃、出たー！マジでどの会社にも絶対一人はいる。俺の若い頃はようのやつ。まあでも俺も将来そういうこと言ってそう。まもなく0番線を列車が通過します。危険ですので黄色い線の内側に。ん？ちょっと待って、これ押そうとしてね。あ、え、しかも女の子じゃなかった？なんか制服みたいなの着てなかった？え、これってハルクに関係あんのか？なんだ今電車に人が落とされ。え、これハルくん、ハルくん、君何人か人殺してるわけじゃないよね？立浪は見えなかったか？いえ、何のことだか。それより先輩のことが心配です。ですよね、立浪には見えなかった。一体あれは何だ？しかもあの後ろ姿、部長にそっくりだ。え、あれ、男で、私言ってたから女の人なのかな。でも今日も怒られたばっかりだ。ありえない。え、先輩、これは僕の予想なのですけど、もしかして切符があるということは改札もあるんでしょうか？確かにそうだな。駅なら改札があるはずだ。もしかしたら外に出られるかも。先輩、探してみましょう。でも外に出たとしても、そこからどうやって帰る？知らん。ちょっと一旦やり直したいな。ちょ、やめる。ちょっと待って、ちょっと待って。これ、出ないっていう選択肢でも、なんとかなるんかな。2591だよね。ちょっと待って、一回気になるよ。こういうの全部気になっちゃうんだよね。2591で、これで、出ないっていう選択肢は、ここでなんかできたりするってことなんかな。いいえ。もう少し心の準備は整えよう。え、だってここに出ない方が、出ないで暮らせって書いてんだよね。これちゃんと守った方がいいんか？ねえ。これ、もう何も意味ないもんね。いや、これ解いた瞬間こっち行けるようになってるみたいな。無視すね。はい。うん。え、まあ、こっち進めるか。多分、来ないとダメだよね。新聞？新聞が落ちている。〇〇線で火災。作業員2名と乗客1名が死亡。〇〇電鉄〇〇駅で人身事故。ホームから通過列車に飛び込みか。毎日使ってる路線の事故ばかりだ。どれも知らなかったな。めっちゃ人死んでんだな、とりあえず。え？何？間もなく、すぐに号が来ます。危険ですので、黄色い線の内側に立ってお待ちください。これ、モールス信号だろ。多分。
もう点と線があったら俺はモールス信号だと思っちゃう体になってる今。なんて？なんだか嫌な予感がします。大丈夫だ、向こうに逃げましょう。先輩待ってくれ。シフト押しながら移動で全力ダッシュをスタートさせます。大丈夫です、安心してください。シフト押さなくてももう全力ダッシュできるんで。ちょっと待って、あ、追われるんだねちゃんと。ただな、逃げ芸の天才である俺はお前からなんてそこで逃げられるんだよ。戻るぜ、逆に戻るぜ、そしてここで調べるぜ。今そういうとこ、お前喋んなよ。お前喋ったせいでピンチになったじゃない。行くよ。左！ここは最果て。許してくれるだろうか。何？死んでも何か起こるやん。Z を長押しでイベントを倍速にできます。わかりました。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。これでスキップして、ちょっと、シオンくんが、今はそれどころじゃないですとか言うから俺、まあ、もう巻き込めなかったんだよ。なんでそういうことすんの？シオンくん。君が喋らなかったら俺すぐに逃げられたのに。待って。行く行く。はい。もう、でも逃げるの簡単なんだよな、マジで。もうちょっと遊びてえな。やめよう。へっ！雑魚が。走る。逃げなきゃ。あと少し。結局列車中に戻ってきてしまったってことね。足がもつれ、体のバランスが崩れた。地面がゆっくりと近づいてくる。自分の周りがすべてスローモーションのように見える。とっさに足を踏ん張ろうとするも、全く言うこと聞かなかった。お、先輩、しっかり捕まっててください。シオンくん、キュンキュンするな、シオンくん。絶対なんかやべえけど。立浪は僕の腕を引っ張り、そのまま勢いよくひらりと電車に飛び乗った。まあ、いないと死んでたな。先輩、大丈夫ですか？あ、おい、いた。何してんだよお前。あ、違うんだ、違くて、ごめん。分かってますよって言うんだよ多分シオン君は。あとさっきのありがとうなのに、いえ、気にしないでください。混乱するのも仕方ありません。シオン君、お前めっちゃモテるだろ。どうした？直感で命に危険が迫ってることが分かった。今まで感じたこともないような死への恐怖。これは夢ではなく現実なのだという実感がじわじわと足元から侵食していき、体が板のように硬直する。いや、これが普通だけどね。シオン君がなんか無感情に感じるけどね。顔では怖いみたいな出してるけど、多分内面本当は全然何とも思ってなさそう。むしろこの春と一緒に入れて幸せみたいな思ってそう。怖い。恐怖と混乱を立浪にぶつけてしまったという罪の意識が心に重くのしかかる。僕がいなければ立浪が危ない目に遭うこともなかった。僕がこんなじゃなければ。お前めっちゃネガティブやん。立浪、迷惑かけてばっかりで役立たずで本当にごめん。本当に最低だ。助けてくれたのにひどいことして。立浪の迷惑にならないようにちゃんとするから。だから先輩、怖なんか怖いな。なんでこんな余裕なんだろう。落ち着いてください先輩、大丈夫ですからきっとね。正直僕も先輩がいなかったらとっくに心が折れていたと思います。だから先輩がいてくれて本当に良かったです。ありがとうございます。ちょっと待って、今更だけど、これ依存度っていうそのシステムがあるのは事前に知ってたけど、これシオンくんに対する依存度ってこと？春の、
ハルくんがシオンくんに依存するってことなんじゃねえの。逆か。俺が思ってたのと逆なんかな、これ。だから、そんなこと言わないでください。先輩と一緒だったら、絶対大丈夫だと思うんです。迷惑だなんて、全く思ってませんから。大丈夫。安心して。先輩はどうですか？僕のこと、どう思ってますか？おい、なんか、これシオン君もチャンスだと思ってる？大丈夫だと思う。大丈夫だと思う。僕は、立浪がいるから。まだ、冷静でいられてるのかも。実際でもそうだよね。一人よりか圧倒的にマシだろ。あ、先輩にそう思ってもらえるなんて。二人で協力すれば、きっとどんなことでも大丈夫ですから。怖い。シオンくん、立浪の息遣いが苦しい。申し訳なさでいっぱいで。顔見ることができた。ちゃ、ハルくん、一回顔見て頼むから。多分ね、走って疲れてんじゃない。多分今興奮してる。喜んでる。高揚してる。恍惚の表情を浮かべてると思う。多分。先輩に褒められて。ってなってるって。嘘なんかじゃありません。本当に、先輩がいてくれてよかった。ニヤニヤしてそう。恐る恐る、立浪の表情を伺う。お、ちゃんと見て。真剣な顔で、こちらを見つめていた。いや、それは多分、瞬時に顔を切り替えたんだぞ。立浪の本心なのだろう。いや、わかんねえって。安心させるためにと、取り繕った言葉ではなく、本当に心の底から感じていることを真剣に伝えてくれてるような気がする。それなのに、自分の罪の意識に必死になって、いつまでも弱音を吐いていられない。うん。うん。きっと大丈夫だ。は、あ、そうです。僕がついてますからね。それで帰ろう。一緒に。もちろんです、先輩。おやまあ。立浪の真似をしてみた。立浪だってきっと怖くてたまらないだろう。いや、多分怖いなんて感情今1ミリもねえよ。それなのにそれを抑えて僕を励ましてくれている。立浪がいなければとっくに諦めてしまっていただろう。一人じゃないことがこんなにも安心するものだということをすっかり忘れていた。立浪がいてくれて本当によかった。もうエンドロール流れそうだなこれ。あ、まだか。立浪、ありがとう。僕も立浪がいてくれてよかった。ありがとうございます先輩。顔赤いな。なんで立浪が俺を言うんだ。あ、いや、なんでもいいじゃないですか。これハッピーエンド、エンドロール流れろ、もう。それにしても、真っ暗だな。隣の車両から見えなかったのはこういうことか。有料座席と通常の車両は違う電源で動いてるんでしょうか。そうかもしれない。切り離しでしたりできるように。では、まずは電気をつけられないか探してみましょう。うん。自分のことばかりを必死で考えていた。自分の弱さを認めたくなくて、ずっと下を向いていただけだった。立浪は変わっていない。これ同じ会社に来たのも立浪が追っかけてみたいな感じじゃねえの。優しくて前向きで元気をくれる立浪のままだ。僕もそれに応えなきゃな。うん、絶対絶対シオン君は絶対そうだぞ。なんかいる。なんつってんの、わかんねえな。帰れ。黒いもやが窓に張り付いてる。ちょっと待って、やめておこう。ちょっとセーブさせよう。セーブしてねえんだよ。ちょっと待ってね、今開けてあげるから。まだ、あ、開けてやる。わかった、ほら、開けろ、ほら。僕、こんなところで死にたくないですよ、ごめん。うん、お前が至極真っ当な反論してきてくれてよかった。開けましょうとかって言ったらお前ぶん殴ってたわ。こっちは最初の車両ですね。後にしましょう。うん。オッケー。あ、なんかあるよ。何も、え？あ、え？何これ？これ何の？何も置かれていないっていう表記が出るって、置かれてるから出るんだろ？なんでお前無視すんだよ。
誰かのカバンだ。お、覗こうぜ。500円玉を拝借した。なんかいいように言ってるけどパクってんだろ。拝借って後で返す気ないくせに。ねえ、誰のカバンかもわかんないのにどうやって返すんだよ。借りるっつって開きっぱなしだと邪魔だ。あ、これあれか、あの飲み物置くみたいな台ね。邪魔だって戻してあれや。何もしないんかい。そういう量、え、自販機、自動販売機ですよ先輩。喉乾いたなって、あれ電気がついてませんね。ちょっと待って、え、私田舎住みなんですけど、都会の電車とかって中に自動販売機あるんですか。ねえ、そんなことあるんですか。あの田舎にないですよこんなん。え、待って、2回あるんだけど。ちょっと待って、え、この電車すごくね。酒なんて飲めんじゃん。ワインなんて置いてあるぞ今。こっちは変わらないことを望めば開く。開かねえやつや。うん、ちょっと待って、うん、上行った方がいいんかなこれ。じゃね、雰囲気やべえなおい。これは調べれないの。ラウンジだ。なんだか高級そうなお酒が置いてある。お酒には嫌な思い出しかないんだよな。ああ、あの歓迎会で先輩が、ああ、その話はやめろ。先輩が先に降ってきたんですよ。そうだった、前吐いたんだ。まあ立浪はお酒飲めていいよな。先輩飲めませんもんね。自分ではそう思ったことがなかったです。なんか飲むと気持ち悪くなっちゃうんだよな。一度でいいから寄ってみたい。あ、酔うこともできないの。僕もすっごくたくさん飲まないと酔わないので、先輩と同じようなものですよ。めっちゃ強いんだな。まあ他の人に迷惑かけないならいいかもね。なんか強い人ほどさ、飲めやみたいなさ、いるじゃん。よく。もう若い頃なんて特にあったわ、そんな。体には気をつけてな。うん。わあ、心配してくれてありがとうございます。もうつくづく思うわ。お前が女の子でいてくれたら多分俺すっげえお前になんか変態発言したわ。本日のメニュー。赤ワイン2リンゴのアップルパイ。必要な、材料は赤ワインリンゴ。俺アップルパイあんま食わないんだよね。てか好きじゃねえわ。なんか、フルーツ焼くだけでも好きじゃねえ。食材をお持ちいただき、ご自身でお作りください。めんどくせ。やんねえよ、じゃあ。そういえば、ここに来てから空腹感がなくなったな。あんなにお腹が空いていたのに。でも、なぜかすごく美味しそう。うわぁ、いいですね。奥に調理場もあるみたいだし。材料を見つけたら作ってみましょう。作れるの？もちろん、先輩が。お前、ただ、ハルくんの手料理食いただけだろ。ええ。作るのは全然いいけど、怪しくないか？きっと大丈夫ですよ。うん、心配だ。そもそも食べ物なんてここにあるのか？あるんじゃない？てかさ、もうなんか社会人になってからさ、なんかね、二十歳とかなってからなんか飲み会みたいなの誘われるわけじゃん？ね、上司とかにさ、あ、飲みに行こうぜみたいな感じでさ、で、ついてってさ、いっぱい飲まされたりするじゃん、みんな。多分経験上あるでしょ、絶対。なんか社会人の人たちって。あれ地獄だよね。話も思んねえし。ね、ジェネギャンみたいに言われてさ、で、結局最終的には、いや、俺の若い頃はなってなるんだよな。あれめんどくさいな、マジで。白くて小さな、造花が豪華な花瓶に生けてある。って俺も言ってるけど、なんか、本当に自分ももしかしたらそうなるかもしんないって思っとかないと、なんか、ね、わかんないよね。ちょっと若い子に気使う人間になりたい。ハルジオンですね。花言葉は、追走の愛。雑草なんですって。そうなの？可愛らしいですよね。うん、うん。花って可愛いよね。お花って、うん。鼻に可愛いと思ったこと1ミリも思ったことね。何？ 3 人の人間が炎に包まれてる絵画だ。気味が悪い絵だな。よく見ると、額と壁に隙間がある。手を触れてみるとカタカタと動くようだ。いいんすか？外しちゃって。外します？こういうのやっちゃっていいのかな、どんどん。額縁の裏に錆びたナイフが置かれてあった。だって、シオン君、これ、洗って。これでだって多分アップルパイつくんじゃねえの。錆びたナイフを手に入れた。これ、シオン君に刺したりできる。なんでこんなところにナイフが？結構錆びついてるように見えるけど、この黒いのってもしかして、血か？何かを切ったりするには使えないということでしょうね。あー、いや、洗えばいいじゃん。あ、先輩、これどこかに使えるかもしれませんよ。ああ、先が尖ってるからな。なんだか気味が悪いけど、一応持っておくか。俺今後絶対、どっちかを刺すみたいなイベントあると思うんだけど。手入れすれば使えるかもしれん。あ、ほら、手入れしょって。他の盗んだのは初めてだ。お前、拝借って言ってたろ。盗んだって気持ちあるんかい、ちゃんと。待って。こっちなんもないっしょ。これ、ちょっと顔に見えんだけど。
ワインはたしなめない？ワイングラスには赤い液体が入ってる。これは赤ワインか。アップルパイの材料に使えるかな。これ誰かが一回飲んだやつじゃねえの。赤ワインを拝借した。え？ノートパソコンがある。電源はついてない。なんでこれがここに。どうしたしおんくん。電源を復旧させたら中身が見れるかもしれませんね。え、いいの見て。なんかいかにも君のものみてえな。おい、これパソコンの中のピクチャーフォルダとかにハルくんのねえあれやこれやの画像入ってんじゃないの。ここはん？トイレか。はい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 。開閉式の窓だ。ここトイレでしょ。多目的トイレだ。扉は開かない。大丈夫二人とも。クソと正面大丈夫か。コンパクトな男子トイレだ。扉は開かない。トイレに行けない。お腹痛くなったらどうしよう。それを考えたらなんだかお腹が痛くなってきたような。二人きりですし僕のことは気にしなくていいですよ。お前はな、お前は絶対どんなものでもハルくんに関係するものは喜んで見るだろうな。僕は見ませんよ。近くで待機してるんで終わったら教えてくださいっつってさ、どっかですっごい頑張って見てそう。で見た後もなんかうわこれが先輩のうんちかみたいな。だって俺なんでこんな妄想するんだろう。シオンくんで茶色いやめろ。おい本当よくない。いやいや大丈夫大丈夫治った。絶対シオンくんそういうタイプだって。俺そういう妄想しちゃうんだよね。タバコの良さはわからないな。匂いがダメだから吸ってる人も、うん、案外シオンくんとか吸ってるし。ん？え、ガチ？僕もですよ先輩。うん？シオンくん？シオンくん、シオンくん嘘つくのは良くないんじゃない？うお、やめろ。ちょっと怖え。やつれた顔の自分が映っている。いやそれを見てるシオンくんが怖いわ。俺特に変わったところはない。てかシオンくんの方背高いんだね。鏡から視線を感じる。しょうがねえな、見てやるよ。その前にセブさせろ。あ、見るぜ。ん？これ彼女じゃね？めっちゃ可愛いじゃん。彼女が後ろで微笑んでいる。ついに幻覚まで見え始めたのか、それともこの場所が幻覚なのか。ん？シオンくん、その彼女さんの血縁者だったりしないよね。そんなことないよね。電気制御室と書いてある。鍵穴が潰れてるようだ。このナイフなら鍵穴が壊れていても開きますね。開く？そんな簡単に？え？ライターで立浪の手元を照らしながらじっと見守った。お前絶対元泥棒だろ。なあ。お前、なんでそんなんできんだよ。よし、開きました。行きましょう、先輩。すごい。絶対その技術使ってあの、ハル君の家とかに忍び込んでんだろ？なんで俺こんなシオン君で妄想してんだ。マジひどいな。それで本当に俺が言ったこと全部しなかったら、マジ土下座するゲームのキャラに。なんだかかなり手慣れてるように見えたけど。身を見まねてここまでできるものなのだろうか。絶対できねえって。すいません。おい、シオンくん、君、な、こっち？サビ？どっち？なんだここ。空気が重々しい。それになんだ？焦げたような変な匂いもする。気分が悪い。顔色一つ変わんねえじゃん。もう演技すらしなくなってるやん。先輩無理しないでくださいね。僕も手伝いますので。ああありがとう。ちょっとほんとシオンくん好きだわ。でも今まで嗅いだことのない匂いだ。さっきの車内の血といい、まさか。考えちゃダメだ。血だよ血。お前が嫌いな血だよっつって。お前味方いねえな。あ、シオンくんだ。焼け焦げている。これ何なんこれ。ボタン、え、待って、あ、これ床にあるの。これテーブルじゃないの。今なんかおっしゃったんだけど。セーブしよう。セーブしてー。非常電源発動システム。何これ。白は青より先、赤は最初ではない。白は赤より後。あー、謎解き。緑は最後。ちょっと待って。火災報知器は破壊されている。なんでやね。先輩困ったら僕に相談してくださいね。いや、お前やれ。じゃあ何で盛り上がらないんだよ。ヒントが欲しい。自分で考えるね。あれ、そうなんですね。残念。あ、待って。ただこれもしかしたら依存度的なやつが関係するんじゃねえの？
ねえ、だったらこれ教えてもらったら依存度がなんか増えてくんじゃね。ヒントが欲しい。はい、任せてください。まず場所が分かってる緑以外から考えましょうか。ん場所が分かってる緑以外、真ん中緑じゃねえの。赤は最初ではないので234番目のどれかですよね。白は青より先、赤より後なので順番は赤白青になりますね。全部教えてくれるじゃん。ヒント出しすぎちゃいましたね。待って、もう忘れた。ごめん。待って、ちょっと待って。赤、白、青。で、あとはこのヒントを見て、あ、もう導き出せばいいってことね。赤、白、青。緑は最後。簡単じゃん。赤、待って。赤、白、もう見ちゃったようなもんじゃん。答えを。で、黄色、そういうこと。俺めっちゃ間違えてんじゃん。で、こう、こう、こう。いやでもこれ自力で解かないと後でダメになるってことだよね、多分。電気がついたよ。でも、正直、なんだろう、危険とかじゃないじゃん、シオンくん。依存しても、まあ、いいんじゃない？あ、電気が復旧したみたいですね。さすが先輩です。え、どうした？暗くてよく見えなかったけど、やっぱりこの部屋。立浪は何とも思わないのか？慣れたんだよ、もう。早く出よう。もうお前ら結ばれろ。機械に赤黒いものがべったりと付着してる。ごちゃごちゃと物が入ってる。作業用だろうか。そうだよ。おい。お前、まだ生きてたんだ。え？さっさと死ねよ。キモいんだよ。お、俺がアンチに言われた言葉だ。さすがにないけど。さすがにない。でも、動画投稿始めて1年ぐらいの時に言われてるの気するな、死ねみたいな。キモいは毎日言われてるからな。え？今、なんか。俺たち友達だろ？友達ならさ。え？もう嫌だ。早く外に出ましょう。友達、え？なんすか、昨日だから打ち付けられてあかんない？なんで？入ってきた時はそうじゃなかったのに、なんとかしなきゃ。ライターを使いますか？なんで？はい。ライターで木の板を燃やそうとした。先輩ダメです、時間がかかりすぎます。ですよね。なんこれ、さまざまな行動力がぐちゃぐちゃに超える。どこどこに何で手に入れない。で、火星落ち壊れてる、使えるものはない。そこただの床です。はい。ベタルと付着してる。何もない、ここだね。何か使えるものは。機械用油を手に入れた。ちょっと待って、近づけない、あっつ。これはここにも火が、ちょっと一回死んでみよう。うん、これなんか死んでも直前のところにやり直してくれるから、このゲーム優しい。これなんかエンディング迎えたりするんじゃないの。俺全部のエンディングで回収するからね。息ができない。え、これシオン君もちゃんと死ぬんかな。あ、これ最果て、あ、ここは最果てになりました。あ、思い出します。思い出すってなんだ。いつもいつもあなたのこと書いてます。どうしたらいいと思う。なんて書いてたの今の。おい、ちょ、みんな一時停止してコメントに書いといて。あ、なんて書いてんの。これで、ちょっと待って、俺たち友達だろっつってたよね。で、シオンくんのことも元友人で書いてたじゃん。え、さっさと死ねよ、キモいんだよ。これ過去に、もしかしたらハルくんがシオンくんに言ってた言葉だったりしたら、どうなる？でもなんかシオンくんド M で、その言葉が気持ちよくてみたいな。で、依存しちゃってみたいな。なわけねえよな。さすがにそらねえよな。ちょ待てよ、早く外で出ましょう。これ光ってない時に調べても、あ、ダメなんだ。なんでライター、ちょっと待って、これでライターいい絵にすれば、あ、絶対使わなきゃ光んねえのかこれ。ちょ待って待って、早く、よしよしよし。で、光るから、これで機械用油でもこれ使うだけじゃダメじゃね。で、ライター落ち着けられたら、え、ん、機械用油をかけライターで火をつける。炎は一斉に広がり、木の板は燃え尽きた。オイルライターのオイル、え、俺ら切れた。え、よし、これで。オッケー。え、こっちに火つかないの？はあ、先輩、大丈夫でしたか？あ、大丈夫。もう、一回休もう。嘘だ。全然大丈夫ではない。これまたシオンくんチャンス来るじゃん。先輩、大丈夫ですよってなるんじゃないのこれ。あの声、
気のせいで済まされないほど見ていたあいつらに思い出したくもない地獄の日々。ハルクいじめられてたのか。あの散々恐れた怒号が脳みそに深く焼き付いて離れない。最悪な記憶がフラッシュバックし、鼓動が加速していく。後頭部がじわりと熱くなり、首から下の感覚がない。ダメだ、落ち着け、落ち着け。え、でも元友人で、だったらシオン君だって知ってんじゃねえの、その昔。でも友達っつってんだから、その時に支えてくれたのはシオン君なんじゃねえの。おい、金が来たぞ。何だ、金って。うわ、くっせ。秋梨？なんだ秋梨って。秋梨が通った後の、秋梨が名字か。秋梨が通った後の空気って汚ねんだよな。ほんとそれな。マジお仏。学校来んなよ。はぁ、さっさと死んでくれねえかな。いや、俺ね、こういういじめっ子みたいな、こういうイベントめっちゃ嫌いなんだけど、まず好きなやついねえよね。ただね、俺、いじめっ子のセリフ読むの死ぬほどうまいんだよね。何なんだろうね。いつもの学校、いつもの教室、変わらない罵倒。うわ、秋梨の付け触っちゃった。キモすぎる。いや、これいつ、これ高校生とかだったらこれクソガキだろ、ただの。何それ、あの何々バイキン映ったヘイグバリアみたいなやつでしょ。おい、やめろって、腐るだろ。くだらない、くだらない、くだらない、うん、ちゃんとくだらねえから。うわ、かわいそう。うわ、あざとかできてんじゃん。おい、お前、あいつにチクっただろ。生徒指導室に呼ばれてマジうざかったわ。知らじゃあなんであいつがそのこと知ってんだよ。本当に知らない。きっと誰かが。嘘つくんじゃねえよ。お前以外誰がチクるんだ。ごめんなさい。おい、もういいよ、こいつキモいし。ボコろうぜ。ああ、そうだな。チクったらどうなるかちゃんと教えてやらねえとな。あ。え、これ、だからシオンくんなんじゃねえの？はーい。じゃあ、行きまーす。おいおい、もう顔やめとけよ。バレるだろ？いや、もう今、さっきの時点でバレてるだろ。おい、避けんなよ、カスのくせに。体押さえとけ。マジじゃん。どんだけ切れてんの？まあいいけど。やめ。お願いしま。やだー。やっぱ最高だよ、お前と遊ぶの。こんなの耐えられるわけがない。毎日毎日暴言を吐かれ、暴力を振るわれ、何度逃げたいと思ったかわからない。関わりたくないからと遠巻きに黙って見てるだけのクラスメートたちも許せなかった。でもあいつらと同じになんてなりたくはないから、決して言い返したりはしなかった。自分さえ我慢すればいい。そうすれば面倒なことになることはない。いじめられる側にも責任はある。それはお前ダメだ、言っちゃいけん。いじめられる側にも責任はある。まあ、そうかもしれん、かもしれんことはもしかしたらあるかもしれん。でも基本ねえぞ。お前何も悪いことしないだろ、絶対に。僕がこんな人間だから、そう言い聞かせてきたが、果たしてそれは正しいことだったのだろうか。あいつらにとっては単なる遊びだった。今は僕をいじめていたことなんてすっかり忘れてしまってるだろう。いや、そもそもいじめていたという認識すらないのだろう。嘘やろ。けど僕はそうではない。あの時の怒り、恐怖、失望は10年以上経った今でも、あ、もうトラウマになってるよな、腹の奥底にどす黒く
退席している。先輩、やっぱり少し休んだ方が。ごめん、大丈夫だ、行こう。いやー、なんか過去ねえ、ハル君の過去を知れたけど、いや、シオン君いていいんじゃねえの。シオン君がいじめっ子のリーダーとかだったらさ、クソだけど、そうじゃないだろ絶対。特に変わったところ、でもわかんないね。もうほんとイカれてるやつだったらいじめさせてみたいなさ、で壊れたね、もうやつれて気分がね、もうほんと落ち込んでるハル君のところに、なんかね、そのわざといじめさせて自分が寄り添いに行くみたいな、で独占するみたいな、そういうやつもなんかゲームとかでしかないけどさ、あるんじゃね。あ、明るくなってますよ先輩。結構豪華なんですね。レストランもあるんでしょうか。ないわけなくない。レストランってか、ここ、あ、違うか、そこラウンジだっけ。立浪は先ほどの現象などなかったかのように無邪気に言ってみせた。先輩、難しいのは承知なんですけど、ちょっと一休みしていきませんか。いや本当だよ、こんな時だからこそ休むことが必要だと思います。アップルパイ、こうぜ作って。きっと無理して明るく振る舞ってくれているのだろう。いや多分それはないよ、無理はしないと思う。ああそうだな、ありがとうございます。いやでもさすがにシオン君ほんと好きなんじゃないの。あのお花のテーブルとかどうでしょう。せっかく立浪が気を使ってくれたんだ、休憩するのもいいかもしれないな。そうだよ、なんかさっきの過去を見てからだと俺シオン君に依存しちゃいそう。なんかこんないい子がさ、パソコン電源がついてる。ねえ、パスワードなんて知りません。ゴミ箱、ゴミ箱と書いてあるけどフォルダだな。え、それ見ちゃうんですか。え、人物のぼやけた写真ファイルが大量に入っていた。ざっと2万枚。ちょ、それダメなやつですよ絶対に。え、なんでそんなに慌てて。脳に悪影響が出ますよ。え、どういうことだ。まあまあこれは関係なさそうなので、もう調べなくていいですね。え、なんだこの BGM 急に。なんやねん、なんなん、ちょっともう一回見てこれ。なんだよおい、お前のパソコンじゃねえのかおい。いやー待って、春あるだろ、春くせ、絶対これ他の材料も探してみようかな。絶対これシオンくんのやろ。待って、リンゴ、まずそんな聞けないのか。ちょ待ってね、背中かいていい。席に着いた。ふぅ、一息ですね。飲み物あればな。でもこのタイミングで酒飲むのも違うしな。先輩、少しおしゃべりしませんか。うん、いいよ。うん、やったー、ありがとうございます。なんだか先輩と二人きりで話すのってすごく久しぶりな気がしますね。こうしてるとよく二人でお昼ご飯食べに行ってたことを思い出します。てかそっか、久しぶりって言ってたもんね。ああそうだな、もう2年前か、懐かしいな。そんなに覚えてますか、お昼にラーメンを食べに行った時。逆に2年間もシオン君から話しかけたりはしなかったんだね。お昼食べに行った時、うん、ラーメンね。ああ、あの時か。何何？誘ったのかい？もう、俺、女の子にしか見えないんだけど、シオン君が。先輩、お昼ご飯一緒にどうですか？やっぱシオン君が誘ったんだね。入社から数ヶ月が経った。仕事にもだいぶ慣れてきて、立浪とも少し距離が縮まったと感じていた。立浪が入社するまで社内では気軽に話せる人はいなかったのだが、彼とは同い年ということもあり、仕事以外でもよく関わるようになっていた。うん、まあ、大事っちゃ大事だよね。行こう行こう、今日はどこに行くんだ。今日はですね、とっておきのお店です。まさかまた食べ放題とか言うんじゃないだろうな。もう違いますよ、ついてからのお楽しみです。でラーメン、立浪の後を追って
ビジネスワン、ビジネスマンで賑わうアーケード街に行く。ラーメンいいよな。俺も昼によく食ってたわ。そしたらブクブク太ったわ。はぁ、暑かった。ちょうど席空いててよかったですね。ラーメンか。最近食べてなかったから嬉しいな。もう食ってね。ここが僕のとっておきの店なんですよ。なんとメニューが、二郎か。5倍盛りにできるんです。そうなんだ。やっぱりか。大食いな？シオン君、ご注文お伺いします。5倍盛り中華そば、トッピング、野菜大と味玉4個と、お前やば！背脂小で麺は針金、ニンニク抜きで、キクラゲともやしと海苔と高菜とネギで、あの、ちゃんと社会人やってんな。ニンニク入れたらね、口臭くなってね、大変だからな。そこら辺ちゃんとしてね。お前、俺お昼にそんな量食ったら多分、ちゃんと仕事中に下痢まみれになるわ。ねえ。あと、チャーハン大盛りで、具材も大盛りで。それから、明太子ご飯と唐揚げ8個もお願いします。こいつぶっ飛んでるわ。そんなに食って大丈夫か？もう、お前、大食い YouTuber やろ。大丈夫ですよ。食べられる時にいっぱい食べとかないと、絶対いる。こういう系。いや、わかんないけどね。検索すれば出てきそうじゃない？ねえ。OL の、なんか、お昼ご飯みたいなさ、つってさ、サムネにドカドカと何キロみたいな書いてさ、なんかすごい量のご飯置いててみたいな。で、それ食べる。で、胸強調されてるみたいなやつ。でも、全部てんこ盛りのサムネ。はい。大丈夫ですよ。食べられる時にいっぱい食べとかないと。次。いつ食べられるかわからないので。そうか。好きな時に食べたらいいんじゃないか。そういうものなんですか？え？お連れ様のご注文、どうぞ。卵一つで。逆。もう対極に言うよ。すみません。中華そば、半玉で。そんなに少なくていいんですか？え？いいじゃん。楽しそうじゃん。そうこうしてるうちに、ラーメンやその他諸々がカウンターにずらりと並べられた。いただきます。そんだけ食って太んねん人間なりてえわ。いただきます。いやもうちょっと待って、シオンくん。シオンくん、シオンちゃんになってくんない？この食った時のこの顔かわいい。男の子なのに俺男の子にかわいいっちゃってんだけど。てかもう二郎やん。二郎やん。いや、うまそう。うまそうだな。で、チャーハンにこれ。もうチャーハンあれば十分だろ。絶対これで十分だって。なんで白米？いや、でもちょっとわかるかも。ラーメンにライスあるね。全然ある。でもザ太るけどね。で、唐揚げでしょ。半端な。もう夜ご飯絶対食えねえだろ、お前。立浪の目の前には山盛りのラーメンと大量の皿が並べられてる。美味しい。やっぱり夏はラーメンですよね。冬もラーメンだよ。そうです。春も秋もラーメンなんです。春夏秋冬ラーメンです。春夏秋冬でラーメンですね。立浪は大量の料理をひょいひょいと口に運んでいく。なんかこれがごっつい男だったら、兄ちゃんよく食うなになるかもしれないけど、こういう可愛い見た目のやつが食ってたら、なんか女の子とかもさ、みんななんか、何あの人、なんかすごいいっぱい食べてるけど、そういうところが可愛いとかって思うんだろうな。くそげ！釣りんだよ、そういうの。毎度毎度立浪の大食いっぷりには感心する。見ているとなんだか嬉しくなる。そんな立浪を見ながら、自分も一口麺をすする。豚骨の出汁に醤油だれが入ったスープだ。濃厚だけどしつこくない。中華そばってなかったっけ。細麺とスープがよく絡んでいて喉越しもいい。おいしい。それならよかったです。おいしいですよね。あー、ここにお酒があればどれほどよかったか。しかもそっか、お酒たる飲むんだっけ。こいつすごくね。なんなん、どんな体してんのこいつ。立浪なら言うと思ったよ。でもさすがに休憩中だと難しいな。そりゃ無理だろ。ああそうだ、また夜にでもお酒が飲めるところに行こうか。おう、ハル君が誘うんだね。ぜひ行きましょう。と言っても僕は飲めないのだけど。絶対行きましょうね。約束ですよ。いやマジで女の子であってほしい。頼むよしおん君。実は女の子で仕立てってれっつってねえなって。あれから結局いけずじまいになってしまっていたな。あ、行かなかったんだ。あ、残業とかでってこと？あのお店本当に美味しかったよな。また行きたいな。しおんくん？はい。行きましょうね。絶対に。ん？
なこの BGM。 え、まあ、なんかもういろんな可能性ない？しおくん死んでんじゃね？ねえ、そういう可能性もなんか案外悪くない。だって急に現れてんだぜ。まあ、はるくんもだけど、しおんくんは本当にパッて出てきたもんね。いい幽霊みたいなさ。先輩の笑った顔見るのすごく久しぶりです。先輩ずっと辛そうだったから。あの、ずっとごめんなさい。実は先輩のこと避けてました。しおんくんが避けてたの？先輩が辛い時こそ一緒にいなきゃと思ってはいたんですけど、なんだか怖くて、僕も辛くて、それで分かっていたのに何もしないって最低ですよね。ごめんなさい。あ、そうなんだ。立浪、謝るのは僕の方だ。気にかけてくれてありがとうやろ。ね、こういう時ありがとうって言った方が相手にもね、喜んでもらえる。いや、むしろ気にかけてくれてありがとう。もうリアルな演技。あわ。もうちょ、女だよ。お前、ちょっと、なんとかして女っていう設定にできない？僕、あの時は何もできませんでしたけど、先輩にそう言ってもらえて嬉しいです。分かってるとは思うけど、僕はずっと立浪のことを避けてた。いや、お互い避けてたんや。避けていたというか、離れたかったのかも。でも今正直にお互いに打ち明けてるね。同い年でほぼ同期で、すごく優秀な立浪だから、どんどん活躍していく姿に僕が耐えられなくなって、立浪が僕のことを見下してるんじゃないかとずっと思ってて、それで。そうだったんですね。ごめんなさい、先輩にそんなこと思わしちゃって。いや、立浪が謝ることじゃない。悪いのは僕なんだ。勝手にそんなことを思ってごめん。立浪のことを知ろうとしなかった。だからその気にしないで、というのもおこがましいけど、今はそんなこと思ってないよ。仲良くしてた頃と変わってない。立浪はやっぱり立浪だ。先輩、僕も昔からずっと変わってませんから。なんか俺の中での昔って、だから学生の頃からの友人みたいな風に思ってたけど違うのかい？2年前、だからそれが昔ってことなのかな。だから学校は別に一緒じゃなかったのかな。ちょっと待って、そこらへんごちゃごちゃなってきちゃった。2年前は昔になるのか。うん、ありがとう、本当に心強いよ。しかし立浪ってすごいよな、本当に。え、何ですか急に。だってこんな状況なのにずっと前向きだし、取り乱さないし、おかげでだいぶ落ち着いたよ。とは言っても比べて落ち込む癖はすぐには消えないだろうけど。先輩、そうやって人のいいところに気づける先輩、すごいですよ。なんだ急に。先輩は僕のこと買いかぶりすぎですよ。先輩には先輩のいいとこたくさんあります。だから大丈夫ですからね。ふん、思考読まれてるようだ。ありがとう。でも頭悪いし、仕事でもミスばっかりだから。そんなことありませんよ、先輩はすごいです。昔から思ってます。先輩がこの世に誕生した時から思っ、ん？ん？いつからだよ。今、いつからだよって顔しませんでした？本当に生まれた時からですよ。先輩のことは、尊敬の念を最大に込めて、先輩と呼んでるんです。うん、二人とも、おい。男だけどメスみたいな顔してたぞ。そもそも、今の先輩の仕事は、先輩の特性には合ってませんよね。先輩は、一体、何で勝手にすんだの？すっごい、どうしたの？ちょっと待って。なんでそんなに詳しいんだ？あ、もう恥ずかしい顔もしなくなったやん。人を分析するのが好きなんです。いや、嘘つくなって。お前はハル君を分析するのが好きなんだろ？他の人はどうでもいいんだろ、多分。ここに、今二人っきりだけど、ここに、誰かもう一人ここにいたとしても、多分、シオン君ずっとこっちしか見ないし、こっちにしか話しかけないんだろ。多分、こいつ空気になると思う、多分。ね。絶対そういったやつ。
すごい癖だな。みんなにそれやってるのか。他の人にはしてませんよ。先輩だけです。うん、なんだかからかわれたような気がする。いや純粋やろ。むしろこの状況を忘れようとしばらく談笑した。誰かと親しく話をするのはいつぶりなのだろう。今まで友達と呼べる友達もいなかった。立浪だけが唯一自分を取り繕わず話していた。一度は疎遠になったものの、またこうやって話せるようになれて本当に嬉しい。もうそこら辺に感謝は、じゃあ最果て駅に感謝だな。僕はもう一人じゃない。でもなんかこれもこのシオン君の思惑の一つだったらどうする。誰も信用できなくなるな。必ずここから一緒に帰ろう。すごい霧のいいタイミングになっちゃった。一旦やめようかな。うん、なんかねプレイ時間がね3から4時間とか書かれてたんで、うん、まあ多分次回かもう2つぐらいで終わるかもしれませんね。でエンディングは4種類って書いてるのは事前に見たんで、うん、まず一旦終わるか。なんかいい感じに終わった。いや、やめようと思ったんだけど、もうちょっとやって、やっぱり普通にちょっとやりたいわ、やっぱり。なんか動画時間気にすぎてるな俺。なんか2時間いかないようにしようと思ったら、なんか音聞こえない？ん？何のジャリンジャリンだ？じゃあもうちょい進めるね、ちょっと。先輩は帰ったらまず何したいですか？猫飼ってんだ。寝たい。いや寝たいね。いやでも猫撫でたいな。猫を触りたいな。ここ生き物がいないだろ。猫ですか。いいですね。確か実家で飼ってるんでしたっけ？実家住みなの？え、うん、そうだけど、立浪に話した覚えはない気がする。あれ、立浪、ボロ出てきてないか？立浪？立浪って身だしなみに気を使っててすごいよな。並んで歩くのがいたたまれないんだよな。ああ、ボサボサ髪だもんね。なんか、それセットしてるわけじゃないんだよ、やっぱり春くんって。そう思ってくれて嬉しいです。なんか、ほんと、アイドルみたい。先輩はそういうの興味なさそうですもんね。興味ないことはないんだけど、わからないんだよ。お店とかセンスとか色の組み合わせとかもどれがいいのかわからなくて、結局黒になるんだよな。わかる。めんどくさいととにかく白か黒になっちゃうよな。すっげえわかるわ。立浪の真似すればいいのかな。いや、やめた方がいいと思う。絶対合いません。先輩は今のままでいいですよ。バッサリ言われてしまった。うん、これ何回か。あ、変わるね。毎年春が憂鬱なんだよな。どうしてですか？先輩の名前なのに。確かに。それは関係ないんだけど。ほら、花粉症。それな、地獄だよな、春って。今思えばそうだわ。花粉ってクソだよな、真面目に。ああ、先輩毎年辛そうですもんね。俺多分マジで本当に重度の花粉症なんだ。真面目に。とんでもねえ量の花粉のアレルギーあるからさ、俺。春、夏、秋、冬手前まで全部あるからね。まあ、春が一番やべえわ。毎年、立浪とはまだ一回しか春を一緒に過ごしてないはずだけど。え、真面目にちっちゃい頃から知り合ってたりするんじゃないの？春が覚えてないだけで。それに、春の暖かさって、うつうつとした気分になるというか。え、そう？それはわかんないわ。どうしてもいい季節だとは思えないんだよな。僕は、春、大好きですよ。深みのある言い方。なんなん？立浪って昔何か運動してたりしたのか？特に、これといったスポーツはしてませんが、急にどうしたんですか？いや、足も速いし、体力もあるし、すごいなぁと思って。鍛えてるんですよ。丸一日同じ場所に立ったり、狭いところを通ったり。狭いところを通ったり？先輩の城をずっと歩いたりしてます。こいつ、ここで話しかけるとボロめっちゃ出るぞ。すごいな。僕も何か運動しないとな。先輩はそのままでもいいと思いますよ。立浪って嫌いな食べ物とかないのか。ちょっと早く進めろって思ってるかもしれないけど、ごめん。この二人の会話が楽しいわ。ないですよ。食べられるって幸せじゃないですか。じゃあ土食って土。オムライスにハンバーグにパフェに、美味しいものでこの世は溢れてます。いや、わかる。でも、俺も食に関してはお金使うからな。いっちゃん使うわ。いや、いっちゃん使うの多分課金に使ってんな、俺。
立浪がたくさん食べるのを見てると嬉しくなるんだよな。わかる。でも誰かが美味しく食べてるの見るとすごい幸せになるよね。俺だから YouTube で普通になんか誰かが食う動画ばっか見てるもん。昔飼ってた金魚もご飯をあげたらものすごい勢いで食べてて。金魚？え、僕金魚と同じだと思われてたんですか？いいね。あー、これはもう一周してきたのかな。あー、いいね。なんかこの二人の会話見るだけでもすげえ楽しい。いいな、こういうゲームすげえ楽しいんだけど。ん？待って、俺リンゴをどっかで探さなきゃいけないんだよね。立浪はお酒飲めていいよな。どうすりゃいいんだろう。わあ、心配してくれてありがとうございます。ちょっと待って、何手に入れたんだっけ。あ、赤ワイン、真っ赤なワインだ。これでリンゴを煮るといい香りになるだろう。ん？ん？何これ、ちょっと待って。え？なんか俺使えるんだけど。ハル君、この赤ワインなんだかすごく美味しそうに見えるな。ちょっとぐらいなら飲んでも気持ち悪くならないかな。やめとけって。やめろって。赤ワインを一口飲んだ。なんだか気持ち悪くなってきた。しょうも、お前しょうもないな。先輩、しっかり出してば楽になりますよ。お腹に何も入ってないから出ないんだ。かくなる上は、先輩、失礼します。腹パンか？それもう吐血やろ。よかった。やっと落ち着きましたね。あんなことさしちゃって、本当にごめん。もう調子に乗るのはやめよう。何のイベントだよ。待って、じゃあ、シオン君は？気分じゃないのでいりません。きっぱり断られた。待って待って、他の材料も探してみようかな。ちょっと待って、こっちはトイレは入れないんだよね。うん、扉開かない、取りに行けない。まあ、これはさっき見たイベントでしょ。で、あのシオン君は絶対にうんこ見たいっていう思ってるでしょ。このんっていうやつも気になるよな。吸ってんのかな、タバコ。んで、もう特に変わりはない。うん、何かあったとこないね。ここも、後でまた来よう。後で来ようと思ってんの？燃えてんのに？火消えてたりするってこと？ここだって今調べても変わんないもんね。下降りるしかねえのかな？だとあと行けるところ、あ、リン、ん？ここか。先輩、よかった。自動販売機が復活してますよ。眠気覚ましにコーヒーにしましょうか？それともお水の方がいいですかね？多い水、多い水？呼ぶな、水を。プレミアムブカブラックコーヒー。いや、俺は水だね。健康志向ですね。わかりました。500円玉を自販機に入れ、ボタンを押した。2本早いやん。2人分買うんか？水。え？ん？顔を真っ青にする立浪は、自販機の取り出し口を震えながら指さした。手か？手！そこには。え、ガチガチで？腐敗した人の腕があった。しかもこれ、ネイルしてるってことは、いや、わかんない。でも今、もう、今の時代男の人もネイルするもんな。腕？本物？これって、なんでこんなところに？さっき吐いたのに。おかしなことが起こりますね。しかも、この赤い爪、やっぱり、やっぱり？これ、やっぱ上司は女性ってこと？寝るかい！部長。ありえない。だって、今日会ったんだ。まさかその後で？いや、それにしてもこの腕の腐敗具合はおかしい。どういうことなんだ？なんだ？外から？もしかして、さっきの黒いもやか？わんざられん！たんざられん！返せ！は？ひ！
まずいぞ。いつ入ってくるか。返せ。何でお前そんな落ち着いてんの。先輩、どういう意味か分かりますか。あれ上司なんじゃないの。早く逃げなきゃ。分からない。分からない。どういうことだ。素直でいいですね。そう、素直でいいですねじゃねえんだよ。もしかしてこの腕のことだったりしますかね。だったらあの人上司だぞ絶対。先輩、ちょっとそこ避けてもらってもいいですか。うわっ、え、食った。辰波は何のためらいもなくずるりとそれを引っ張り出した。辰波は下に剣の手に入れた。お前落ちてきた時ちょっとびっくりしたけど、もう慣れてるやん。ダメだ、直視してなくても感触が想像できてしまって気持ち悪い。先輩、そうですよね、こんな汚いもの。は？先輩は何もしなくていいですからね。どうしようかな。あ、これを2階の窓から放り投げてみたらおとなしくなるんじゃないでしょうか。う、先輩は無理しなくていいですからね。いや、もうおかしいって。ちょっと待って、セーブしよう。セーブして、ここに今どんどんしてんだよね。これさ、文字化け修復ソフト誰か使って。あ、だ、開けれないでしょ。やばく悪い。俺も今ちょっとなんか吐き出した。俺もハル君と今同化してる。リンクしてる。具合悪い。変わらないことを望めばあく。なんか言ってんだろうね。いや、てか、返せって言ってたのかな、ずっと。ずっとあの文字化け返せなんかな。でも文字化け、あんな返せっていう簡単な単語もああなっちゃうかな。文字化けすると。ここね。黒いもやのようなものが電車に張り付いてるのが見える。よし。行きます。どっせーい。なんそれ。どっせーいっつってうんこしたみてになってるよ。え、汚い。すごい。黒いもやは消えた。え、ガチ上司なの。もういなくなった。多分どれだけ下を見ても見当たりません。じゃあ外出れるんかな。これで駅の方が調べられるようになりましたね。ん？そうだな。嫌だったろうに。ありがとう。え？いやいや、なんともないです。先輩のためなら何でもできます。やめろってそういうこと言うの。そうか。本当に申し訳ないことをしたな。ああやって言ってくれてるけど、やっぱり辛かったよな。どうしよう。ひとまず外に出ましょうか。はい。なんかここはもうここまで入れないですか。いや、しおんくん全然変わってなそうだけど、うーって言ってるのも演技なんじゃないの。うん。たつらみごめん。え、何がですか。何言って、あんなの触るなんて嫌だったろうに。その、いえ大丈夫ですよ。その優しさが辛い。本当にすげえな。俺も絶対触りたくねえもん。触りたいと思うやついねえだろ、まず。セーブしよう。で、これで外出れるようになって。え、もう誰にも追いかけられることはないんかな？ちょっと待って。あ、これあれか。そっか、台だもんね、ただの。出る？これで、ん？先輩、すみません。少しいいですか？何？なんだか気分が悪いので、トイレに。大丈夫か？それにトイレって扉が？よかったらついて、一人で大丈夫です。ちょっと待っててください。ん？立浪は逃げるように走り去った。なんか様子がおかしかった。無理してるのか？無理もない。あんなの触るなんて。ひどいことをさせてしまったな。立浪のことだ。言われた通り。待ってるか。いや、これは俺に選択権委ねるんだろ。立浪を待った。一人でいると今まで我慢していた不安と恐怖が一気に頭になだれ込む。もしここから出られなかったら、
もし、立浪に何かあったら、もし、悪い想像がどんどん脳を支配していく。不安だったな。行く？立浪のとこ。俺ちょっと行きたくてしょうがないんだけど。心配だ。それにしても、遅いな。なんだ？二階からか？立浪が心配だ。様子を見に行ってみよう。お、なんだなんだ？面白くなってきたよ。いや、てかずっとおもろいんだけど、このゲーム。おもれえぞ。立浪！俺、立浪好き？普通に。え？鏡割ってる？え？なんで今更？消えろ。お前は、ここにいらないんだ。ん？はい。今の言葉怪しい。ここにいらないんだ。てか、外赤くね？話しかけてみよう。いや、セーブした さっき。窓からは真っ赤な光が差し込んでる。え、これ、シオン君が作り出した世界っていう子供あんじゃねえの？ここにはいらない。ねえ、二人きりだけの世界みたいな。お前一緒に鏡見る？話しかけっか。立浪、大丈夫か？今大きな音が。は？先輩、ぶっちゃけ言っていい？さっき手に傷ついたじゃん。その時の顔可愛いと思っちゃった。男の子なのに。やばいかも俺。ちょっとぶつけちゃって。手が。でも、大したことじゃないんで。大丈夫です。ぶつけたって、鏡にか？なんで？いや、それより怪我は。ん？手、血が出てるじゃないか。あ、いえいえ。これぐらいなんともないです。慣れてるので。いや、逆に怖えって。なんで慣れてんだよ。切り傷だぞ。なんともないわけないだろ。ちょっと待ってろ。おう、ハンカチ使うんだ。たださ、でも幽霊とかじゃないってことだよね。血が出てるってことは。持っていたハンカチで切り傷を押さえた。でも慣れてるってなんなの？このハンカチ、先輩の趣味ですか？随分女性らしいデザインというか。いや、これは、もらったんだよ。じゃじゃん！これプレゼント。ああ、彼女？春くんっぽいなーと思って選んだの。いいな、そういう経験して。へえ。まだそれ使ってるんですね。ん？ん？いつまで使っててもいいだろう、別に。いや、ん？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 先輩、もういいです。ありがとうございます。もう大丈夫です。早く駅を調べに行きましょうか。本当に大丈夫か？辛かったら休んで。いいんです。もう大丈夫です。行きましょう、先輩。そう言うなら。でも、もし立浪に何かあったらと思うと心配なんだよ。ありがとうございます。でも、本当に本当に大丈夫ですよ。心配しないでください。僕は絶対先輩から離れませんから。僕は、彼女のこと絶対知ってるよな。それならよかった。それまだ使ってるんですねに、いつまでも使っててもいいだろっていう返答で、ちょっと、んってなんなかったの？ハルくん。鏡は叩き割られてるように見える。彼女はもういない。え？なあ、立浪、何があったんだ？いえ、もう大丈夫ですから。あ、入れるんだ。なんか光ってたね！何？え、切符？赤い切符を手に入れた。またあったの？え、これ切符手に入れると記憶蘇るのかこれ。ん？ふう、疲れた。すっかり眠りこけているようだ。しかし、大人を3人も運ぶのはだいぶ骨の折れる作業だった。大人を3人も運ぶのは死体？しかし、普段誰も出入りすることないここなら
誰かに見つかる心配もない。これ絶対死体運んでるやろ。念入りに念入りに作業を進める。このままうまくいけば老朽化した配線からの火災ということになるだろう。え？大丈夫大丈夫。先輩大丈夫ですか？今度はどんなことが分かったんですか？人をここに閉じ込めて事故に見せかけて火事を起こして、その犯人らしき人物の記憶のようだった。そうなんですね。それは怖かったですね。じゃあこれだから事件現場なんだ。あ、だからさっきも火もついてたし追走されてるってことなんだよね。ちょっと今度こそやめようかな。いや、おもれ。